トーマス・ディー・タートは、オーストリア、ニーダー・エース・ターライフ・シュートルーン・アンデアドナウ出身のスキージャンプ選手である。ディー・タートは2011年1月3日に、スキージャンプ週間第3戦のインスブルックで開催国枠として出場、スキージャンプワールドカップデビューを果たし28位となって、ポイントを獲得した。2013から14シーズンは12月のスイス。 エンゲルベルク大会2連戦で4位、6位となり、続く、スキージャンプ週間初戦のオーベルストドルフで、最初の表彰台となる3位を獲得した。ワールドカップ初勝利は、ジャンプ週間、第2戦のガルミッシュパルテンキルヒエンで、続く、第3戦インスブルックでの5位の後、第4戦ビショフスホーフエンで、ワールドカップ2度目の優勝を飾り、チームメイトのトーマス・モルゲンシュテルンとスイスの、 シモン・アマンを抑え、2013から14シーズンのジャンプ週間総合優勝を手にした。2014年2月にロシアで開催されたソチオリンピックでは男子ノーマルヒルとラージヒルの両方及び団体に出場した。ノーマルヒルは最終4位、ラージヒルでは1回目32位となり2回目に進むことができなかった。ミハエル・ハイボック、トーマス・モルゲンシュテルン、 グレゴア・シュリー・レンツアワーと組んだ団体では3番手を飛び、チームトータル1038.4ポイントで銀メダルを獲得した。その後は度重なる怪我に苦しみ、2018年4月に一度引退を表明したが、2021年に競技に復帰し、8月28日に行われた復帰初戦の FIS カップで優勝した。ワールドカップ勝利。ありがとうございます。